カンブリスはスペインカタルーニャ州タラゴナ県のムニシピ、コスタドラダの中心にあるリゾート地である。かつては農業と漁業の町であったが、1960年代半ばから観光業が盛んになった。この町の名前が文献に初めて登場するのは、1152年9月、バルセロナ・ハクラモンバランゲイ4世が、 ポンスでレゴミールに城を作るよう土地を授けた時である。1154年にカンブリスを獲得したのはベルトランド・カンブリスであった。1155年にはラモンバ・ランゲー4世より町としての検証を授けられ、ベルトランは領主と認められた。1229年にはマリョルカ王国征伐のため、ジャウマイッセイ軍がカンブリスから出港した。 一部のカンブリス住民はアラゴンによるバレンシア征服に参加しバレンシア王国へ入植した。1359年町は城壁で囲まれた。収穫人戦争の間反乱軍はカンブリスの城壁内に立てこもっていた。1640年12月12日カンブリスはロスベレス港が指揮するカスティーリア軍に包囲された。アントニア,アルメンゴルヒいる。ル。 町の防衛勢力は降伏を拒んで24,000人もの不評軍と戦った。カンブリスは12月14日に陥落し、600人から1000人の間とみられる反乱軍は殺害された。町の防衛勢力と当局の人々は処刑され、遺体は城壁の門の上から吊るされた。1641年にジャナラリターが指揮する民兵団の指揮官。 ジュゼップ・マルガリが降ろすよう命じるまで、遺体は吊るされたままにされていた。カンブリスを包囲したカスティーリア軍の冷酷さは、同じ軍の士官たちからですら批判された。1811年、アベール将軍率いるフランス軍が、カンブリスを占領。1813年に、イギリス軍に解放されるまで続いた。1874年には、カルリスタ軍によって裁判所や市庁舎が焼かれた。 ありがとうございます。